にちは、池田まこです。今日のまこチャンネルはコスメです。はい、今回は最近買ったコスメを紹介していきたいと思います。で、今回ちょっと動画は前半と後半に分けようと思ってて、プチプラで可愛いものだったりあるので、ぜひチェックしてみてください。それではご覧ください。まこチャンネルスタート。では順番に紹介していきます。こちら、じゃん、エチュードハウスディアダーリンウォータージェルリップティントアイスクリームエディション、カラーは RD307 番のスイカレッドです。これはね、もう結構持ってる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとね、スイカっていうことで季節外れにはなっちゃうんですけど、私もすごい気になってて買ってみました。もうパッケージがほんまに可愛い。中も開けてみます。はい、スイカ、もうまさにスイカバーって感じで、お値段はスタイルコリアンで590円です。プチプラ、やっぱ韓国のコスメってこういうパッケージが可愛いのが多くて、もうほんまに大好きです。ちょっと開けてみます。どうやって開けんのや。え、あ、うわーすごい。はい、中はこんな感じです。ちょっと斜めになってて塗りやすそうで、色味見ていきます。あ、スルスルかける。あ、いい匂い、めっちゃいい匂いです。フルーティーな匂い。え、なんか匂ったことあるやつや、これ。何、チューイングキャンディー。あ、なんや、なんか甘いフルーティーな感じの香りがします。うわ、何の香りやろ。で、発色もすごい良くて、なんか赤すぎない赤っていうか、このなんか潤い感もめっちゃ綺麗やなって思います。せっかくなので塗ってみます。うわ、気持ちいい。なんか塗り心地がめっちゃ気持ちいいです。はい、こんな感じで塗ってみたんですけど、結構なんかピンクっぽいかもしれないです。赤みがかったピンクみたいな感じのカラーかなと思います。さっきティッシュオフしたんですけど、こちらまだ色もしっかりと残ってくれてます。すごい色も可愛いし、やっぱりパッケージも可愛いから、持ち運びとかもするのにいいかなと思います。次はこちら、じゃん、エチュードハウスディアダーリンオイルティント PK001 番です。ピンクのカラー久々に買うかも。塗ってみます。スルスルスル。あ、これも塗りやすい。あ、え、なんかオレンジっぽいカラーです。コーラルピンクに、コーラルピンク、結構オレンジ感が強い色だなと思います。ちなみにブラシもこんな感じで斜めになってます。じゃあ実際に塗ってみます。あ、なんかこれもほんのり爽やかないい匂いがします。なんか韓国コスメの香りって感じ。結構こういうこの香りの韓国コスメ多い気がするんですよ。匂ったことある匂いや。で、色味もなんかそんなにめっちゃ可愛らしいピンクっていうよりはコーラル系のカラーかなと思います。で、しかもあのさっきのこっちのティントはウォータージェルティントやったんですけど、こっちがオイルティントになってて、私的には結構あの上と下の色のこの定着の差が出てしまうんですけど、こっちは結構均一に色が乗ってくれるかなと思います。なのでこれだと単体でも使えるかなと思います。ちなみにお値段は860円です。次はこちら、じゃん、ピュアピグメント01番のマイルド味と06番の日光っていうカラーです。もうこれはあの私すごいキラキラの超キラキラのアイシャドウみたいなのを探してて、それで買ってみました。2色あるので開けてみます。これもパッケージおしゃれや。はい、中はこんな感じです。結構色味は似てる感じなんですけど、こっちの方がちょっとピンクがかった感じかなと思います。あ、でね、ちょっとね、ラメがもうはみ出てる。よし、開けていこう。あー、中はこんな感じになってます。真ん中に穴が開いてて、こっから出して使うんかな。ちょっと出してみます。ははは、あー、粉、ラメのラメ、なんかサラサラしたこうラメのパウダーっていうか、ちょっと分かりにくいと思うんですけど、で、こっから、うん、落ちる落ちる。こう、擦ってみます。あ、すごいです、これ。うわ、見てください。ギラギラ。これ指で伸ばしたら、フィットしてくれる。これ結構、あの、アイシャドウベースとか使った方がいいかもしれないです。ティッシュで拭いても、あんまりこう、全部落ちるっていうわけではないんですけど、結構この塗る時とかに、こう、ラメが飛び散ってしまうんで、これが日光の方です。で、下がマイルドの方です。
こっちの方がピンクっぽいカラーなんですけど、ラメ感がちょっと全然違います。この日光の方はこうギラギラしたラメが結構大きめの感じなんですけど、こっちのマイルドの方はどっちかっていうと細かめのラメで、でもまあキラキラ感はしっかりしてるなと思います。ちょっとね、使い方が結構むずそうなんで、どっかに出してからこうちょっと使う分量取ってアイシャドウ塗るとかしたら可愛いかも。あ、でもこの上のカラーのこのギラギラ感めっちゃちょっと気に入りました。ちょっと一旦開けるとこの辺キラキラになるので、ティッシュとか引いてやった方がいいかなと思います。ちなみにお値段はどちらも640円です。結構セールが多くてすごいお買い得なので、ぜひチェックしてみてください。次はこちらです。じゃん、メイクアップフェイスの C カップディープボリュームリップトックスです。これはちょっとサイトで見れてすごい気になったので買ってみました。なんか多分グロスみたいな感じで使えるのかなと思うんですけど、わー、かわいい、めっちゃおしゃれです。でこれはプランピングエッセンシャルオイル技術でこう唇をぷっくりとさせてくれるみたいなんですけど、ちょっと塗ってみます。一応このプランピング成分によってこう一時的にヒリヒリするかもみたいな書いてるんですけど、大丈夫かな。あ、中も塗りやすい感じになってます。じゃあこの上から重ねてみます。あ、甘い匂いがする。はい、塗ってみました。すごい立体感、めっちゃプルプルです。あ、でも確かにちょっとピリピリしてきたかもしれないです。でもなんか塗り心地もこうピタつき感とかはないし、すごいサラサラしてて、こうなんか膜を張ってくれるというか、しっかりコーティングしてくれてる感じがあります。めっちゃ可愛い。でもなんかちょっとこのピリピリ感がまだなんかあったかいっていうか、こうこの辺のなんか熱を感じます。これちょっと慣れてきたら大丈夫と思うんですけど、最初はこのピリピリ感ちょっと感じるかなと思います。でも我慢できる痛さかも、ちょっとあったかいけど。ちなみにお値段は1870円です。最後はこちら、じゃん、ザ・フェイスショップのオイルスペシャリストディープファーミングクレンジングオイル 200ml 入ってます。お値段は1550円で、これ私が買った時まだあったんですけど、ちょっと見てたらこれ黄色の美白効果のある方なんですけど、紫のタイプしかちょっと今販売されてないかもしれないです。せっかくなのでちょっと紹介していきたいと思います。はい、あ、綺麗な黄色。ちょっと今こんな感じでアイシャドウとアイライン引いてみたのと、あとさっきのラメがね超残ってるので、せっかくなんでこっちで落としていきたいと思います。はい、あ、めっちゃサラサラしてる。伸ばしていきます。はい、アイシャドウがすぐに落ちました。アイラインがちょっとまだ残ってるんで、もうちょっとこすっていきます。じゃあティッシュで拭き取ってみます。はい、綺麗に落ちました。すごい全然力も入れなかったし、こう軽くマッサージしてるだけでアイラインとかもしっかりと落としてくれました。で、あとなんかめっちゃいい香りします。なんか爽やかで自然な香りがします。で、あとこう落とした後もこう乾燥とかも気にならないし、ちょっとまだラメは残ってるんですけど、なんとなく美白効果あるかなと思います。ちょっとなんか肌がしっとりしてるし、綺麗になった気がします。ちょっとね、ここティント残ってるんですけど、まだ顔に試してないので分かんないんですけど、こうヒリヒリするとかそういうなんか刺激とかも全然感じないし、これから使っていきたいと思います。いかがだったでしょうか。今回はスタイルコリアの購入品を紹介しました。今回の中だったら私は特にこの
2つがお気に入りです。ちょっとこっちはね、もうラメがとにかくもう溢れてやばいんですけど、でもこのギラギラ感は超自分好みでした。でこのリップももう今大丈夫なんですけど、最初はまあヒリヒリするんですけど、もうすごいぷっくりしてくれるし、サイズもコンパクトで持ち運びにも便利だなと思います。ぜひ皆さんも気になるのがあれば概要欄からチェックしてみてください。そしてまこチャンネルは毎日20時に公開しています。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。池田セカンドもご覧ください。ということで今回は池田まこのスタイルコリアンの購入品の紹介でした。バイバーイ。